麻雀日本シリーズ2016、10回戦の模様をお届けしてまいりたいと思います。司会実況は私山井博が務めさせていただきます。そして解説には滝沢和則プロ、プレイヤー解説として阿部貴則プロにお越しいただきました。お二人ともよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。麻雀日本シリーズは WRC 世界選手権ルールに準拠します。一発裏ドラあり、赤はありません。順位点は5000点、1万5000点です。オーラスの親の上がりやめなし、途中流局も一切ありません。以上のようなルールによって行われます。さあ、それでは今回の対戦メンバーを紹介してまいりましょう。まずはこの方、ちーちゃです。今回はファン投票第1位として出場、瀬戸熊直樹プロです。さあ、阿部プロ、瀬戸熊プロとはこう何度も放戦なんかで戦われたと思うんですけれども。そうですね、はい、だいぶ、ま、昔の話になりますけどね、はいはい、どうですか今回この日本シリーズでまた対戦することになって。まあその時とはね多分お互いにだいぶ変わってると思うので、まあ、すごく楽しみにはしてきてるんですけれども、はい、まあ、あとやっぱね若い人たちがかなり強くなってきてるんで、そんな阿部プロも相当強いと思いますよ。いやいやいや、もう本当僕なんかすぐやられちゃうんで若い人に特にさっき対戦したね、あの白鳥くんとか、よくあの雀荘でね、ちょっとまだ彼がプロになる前、プロになってからかな、まだ多分入りたての頃かな、よく対戦したことがありまして、なかなか見どころのある子だななんて思ってたら、ポンポンと勝っちゃったんでね、はい、ああなるほどねみたいな、はい、ああ強くなったなみたいな感じでね、今日はちょっとやられちゃいましたけどね、はい、さあそしてなんちゃです。第14期ジャン王戦で優勝、今回は現ジャン王として出場、木原浩一。さあ木原、ここまで参戦かなりちょっと劣勢ですが、滝沢プロ、この、はい、あのポイントに合わせた打ち方っていうのを一番すると思うんですね、はい、木原さんがでこの後どういう組み立てをするかっていうのはちょっと見どころですね。はい、残り予選3戦、はい、どのように立て直してくるか、そのあたり見どころというところです。さあそしてシャーチャです。2015年最強戦優勝、現最強位として出場、前田直也です。さあ前田はここまで4戦すでに終了して、今回5戦目ということ、プラス 36.1 と、現状5位ですね。かなりいい位置につけていると言えますが、まあ、本当マイペースでこう来てますよね、うん、で あとまあ残り回数を意識しなきゃいけない、はい、場面ですから、はい、そんなになんかきつい攻めはしないのかなとも思いますし、まあもちろん自分のペースになっちゃえば攻め切っちゃうと思いますけど、はい、これを入れて残り2戦、はい、ラスを引きたくはないですか。そうですね、ただトップも欲しい、でラスでも小さなラスならまあいいかってするかもしれないし、ちょっとまあその辺はポイントを踏まえた戦いっていうのは、はい、してくるんじゃないかなと思います、はい、現状、プレーオフボーダーが近藤の、勝又の 6.4 ですか、ここがボーダーというところですね。そうですね、はい、はい、じゃあそのあたりも踏まえた戦いを楽しみにしたいと思います。さあそして最後はこの方、テレビマッチで数々の優勝経験があります、今回は連盟会長推薦著名人枠として出場、ペーチャ俳優の萩原雅人さんです。さあ萩原さん、3連勝のあと3着と、まあ、現状首位、はい、まあ、94.1 ポイント、残り2戦、まあほぼねプレーオフもちろんですが、決勝もここは見据えて打ちたいところでしょうか。そうですね、もちろん決勝を見据えて打つんですけど、一ワンちゃんのもう集中力がすごいんで、はい、安倍さんのレオンパーピンの闇でも止まりましたもんね。なるほど、はい、まあそうですね、いつ対戦してもやっぱ強いですよね萩原さんはね、本当に数万個もありましたもんね、うん、そうですよね、見せ場も十分作ってくれました、はい、さあ今回もこの4名での対戦となります。さあそれではまもなく麻雀日本シリーズ10回戦スタートです。さあ10回戦始まりました。じいちゃは瀬戸熊、
なんちゃは木原、シャーチャに前田、ペーチャに萩原という並びでスタートしております。さあドラがいそう。さあ瀬戸熊、初戦はダントツから荒に1万8000宝珠で3着と厳しい戦いになりましたが、今回2戦目となります。あれはちょっと痛かったですね。はい、後回るうちの後回るかなと思ったんですけどね。リャンマで転敗してたんですけどね。さあこちらは萩原、統一が3つ。萩原さん、はい、瀬戸熊さんがこう結構インファイトっていうか、うん、あのギリギリまでこう行く方なんですよね、はい、で木原さんも今回はそうせざるを得ないっていうポイント状況的にということですね。で前田さん的にはその、うん、ちょっと外から見てる時が多くなるのかなというところありますけど、はい、阿部プロ、ここまで前田プロと対戦されてどういったイメージが？あ、そうですね、あの、最近になって、昔は多分僕は覚えてないだけかもしれないですけど、時代はおそらくまだあの A リーグにも来てないので、対戦されたことはないと思うんですけど、多分ほとんどないと思う、最近ちょこちょこなんか対戦する機会がありまして、やっぱあれですかね、あのすごく重くて、はい、あのっていう印象で見てて結構打点もあって、はい、あのなかなかあの勝ち切る力を持ってる人なんだなと思いながら見てたんですけど、はい、あの解説席では、はい、安倍プロと同じタイプじゃないかというふうに。あ、なるほど、はい、今おっしゃったのはそのまま安倍プロのタイプですね。原さんがそういう評価をしてましたね、はい、似てるっていうね、同じタイプだなっていう感じでしたけどね。まあ、実際やっぱりこう役なしの闇点とかもかなり使ってきたり、手役を見たりとかもね、手の組み方がまずそうですよね。はい、結構似てますよね。さあこちらがその前田、ここは白打ってきます。さあ萩原、何を積もった想像ですね。そうですか、ロソアンコ、うん、さあここはペアを切っていく。瀬戸熊ペン三層が苦しい。さあ前田イシャンテンです。さあこれはリーチか、先手が取れた。待ちは一数万、いいですねこういうリーチはね。はい、これどうすごく嬉しいですよね、はい、とりあえずね。これあの白の統一落としは各社ちょっと行きづらい感じはしますか。まあさすがに面単品、もしくは面品ドライチ以上には見えるので、のように見えますよね。見えるので、まあ、両面以上で、ああ一発で積もった、高めの数万を一発積も、リーチ一発積も、タンヤオピンフーイペーコー、前田30006000の上がり。いやー、いきなり前田先制、これは嬉しいですね。はい、これはもう相当楽になりますよね。うん、でポイント的にもね、あのもう、まあ、トップがかなり近くなりました。そうですね、2着でもだいぶ楽になるので。そうですね。はい、はい、こうなるとこういう打ち手はやっぱ相当崩れにくいですからね。崩れないですよね。ね、はい、多分。ただまあ結構ね、あの木原さんがやはり、はい、いろいろとやってくると思うので、はいはいはい、まあ、そこに巻き込まれないようにしなきゃいけないので。阿部プロもこう全然いない人とかになる時間もありましたもんね。あります。ちょっとしょっちゅうですよ、しょっちゅういない人になる、ずっと静かにこう耐えている時間帯で、ね、あのワンちゃん1回2回ぐらい上がれないとかね、結構ありますもんね。そういう時にやはりいかに失点を減らすかっていうのも大事ですもんね。まあそうですね、まあ、僕はそうあんまりこうガチャ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 というか、なんかいろいろとやったりできる器用なタイプではないので、うん、はい、はい、さあこちらは瀬戸熊、ウーマンが4枚あります。ドラがパーピン、親番は木原です。ダブトンが統一、うん、こちらは前田、さあ萩原です。マンズの本日当たりか、ここは3層を切っていく、うん、
からはトンガ出なさそうですね。そうですね。となると木原は結構トンガ投げないと結構厳しいですよね。厳しいですよね。はい。さあ木原三品いいとこが入った。ここは嘘切り本一に行きます。本一一直線ですね。前田も両面ができた。瀬戸熊はウーマンが4枚。いいシャンテンですね。はい。木原さん2枚目の難どうしますかね。今なかなかったですけど、ああこういった以上はさすがに2枚目は泣くんじゃないですかね。そうですかね。自然にカウマンが外れた。馬がないんですよね、4枚、まあ、仕方なしか、はい、仕方なしで泣きますかね。泣きますか。トンがかなり泣きづらくなっちゃいますけど、うそうですよね。でも、うん、まあ最低でも天敗連チャンとしなきゃいけないですよ ね、 ねしたいところなんで。さあ前田ここはローマンを切っていきます。萩原マンズの本一。さあ瀬戸熊ソーズが伸びた。ここはチーピンを残してゴロッチの三色狙いか、天敗崩します。さあ前田白は残しました。さあマンズ伸びてきた。さあゴロチの三色、瀬戸熊これでリーチに行く。待ち合うパーピン、ウーピンが3枚残りです。パーピンも2枚ある。5枚山、はい。パーピンは休めですがドラです。木原さんこのまま直線的に打っちゃうと危ないんですよね、はい、ポンですよね。あ まず両ピンになると思うんですけど、はい、あなるほど。これしかもチーピンが入るとウーピンですか。ウーピンが高めというね。厳しいですね。さあ前田はここどうですか。そうです、ね、パーピンが重ならない限りはそうです、ね、なるほど、ほぼほぼ補充ですよね、はい、重なればまだ回避ができる。ウーピンは来てもつもぎりますもんね、おそらく。そうです、まあ、パーピン切っちゃうか、はい、どちらになっちゃいますね。まあ、パーピン待つって確信がない限りは普通は、あこれは大きい、助かった。いやこれは木原補充は回避できたか。これ逆に瀬戸熊ピンチですか。まあ、まあ、まだまだだいぶまだ大丈夫です、ね、まだ4枚いるんですよね、はい、そうなんですよ、はい、4枚いりゃ結構いいマスですよね。さあギャラ追いつくか。まだかなり有利ですけど、あこれ竜は統一落とし見せたことによってどうですか。でもトンは打たれないですね、うん、あここに来た。ここに1枚。萩原はちょっと行きづらいか。さあウーピンはまだ2枚います。パーピンは1枚、トンも山に1枚いる。ウーピンは残り1枚になっています。萩原のところに1枚。あー竜は痛い、うん、しかししょうがないですね、はい、トンは切れないですもんね。トンもあります。ちょっと木原さんが生きてるのか、はい、死んでるのかちょっと分かりづらいですね。数層両万現物ですもんね、流派、はい、流派の後は。これは流派、うん、これだと降りてるようにも見えますよね。うん、まだ分からないですよね。はい、まあ、もちろんそう演出してるとこはあると思いますけど、はい、さあどうだ。うーん、転廃しない。これ要するに転廃だけなら、はい、トントンってきもう上がりを見ないでですね、連チャンだけを狙っていくかどうか、はいはい、っていうことですよね。うん、ここは小さう上がりまで見たか。さあ瀬戸熊の町は1枚ずついない。さあ木原どうだ、うん、転廃しない。あパーピンがなくなった。ここパーピンがなくなった。チーピンもあと1枚ですね。チーピンもないですね。薄いですね。転廃苦しいですね。ローピンこれでやめになりますか。おー、いった。
まあ親番大事ですからね。ここは地層、萩原と前田は受けている。さあピンいない、トーン投げた、どっちだどっちだ、いやローピンですよね。はい、はい、ここはローピン切ってテンパイ取りました。あと1枚あるんですよね。1枚ずつ、1枚ずつある。木原ウーピン引いても一応ローピン打てますからね、これで。あ、もうこれが相手ですか。相手、相手だ。ああ、なんと、ここは相手で瀬戸熊ダブトン本一ドラドラ入って、いやいやいや、18000の上がり、木原上がりきりました。こいつきましたね。いやすごい、もう絶望的だったんですけどね、リーチかかった瞬間は。5、6、8って持ってましたもんね。はい、うん、いや木原最後1万8000の上がりとなりました。瀬戸熊からすればこんな結末になるなんてね。いや本当ですよね、結構会心の理事だったはずなんですよね。はい、苦しい展開です、瀬戸熊。さあ木原連チャン、トン2局一本場です。ドラが数層、さあ数層ドラが統一が前田、こちらは萩原何種ですか。これは九州ありそうですね。九州十杯ですね。はい、ここはウーマン切り、国士を見た萩原。さあ瀬戸熊、ここは厳しい。さあ木原、虎の数層が入りました。まあ木原も後がありませんからね。そうですね。はい、ここは勝負かけました。さあ萩原は九州あります。ここは千間切り。ウーマンです。さあ前田はドラドラ、ペン3万、残します。仕上げり、今はつもぎり、スーピンいいとこが入った。木原さんの手の方が軽いですよね、はい、あの前田さんもドラドラではあるんですけど、はい、ちょっとゴツゴツした感じですね。そうですね、重いんで、はい、また木原さんチャンスかもしれないですね。うん、萩原と瀬戸くんもちょっと厳しいですもんね。はい、さあどうだ、瀬戸くんは9万はつもぎり、からマンズ、とりあえずイーマンか、イーマン切っていく、タンヤオケです。こう急所が一個一個解消されていくんですけど、はい、もうちょっとかかっちゃいますもんね。うん、ペンサムあたり入るとグッと楽になりますか。はい、さあその間に木原伸びてきた、嘘、ね、さあこれは何を切る、ジーピン、こうなると木原仕掛けはもうなさそうですか、面前で。まあ、当分ないですよね。当分なさそうですか。ギリギリまでやっぱね、面前で仕上げたいですよね。はい、瀬戸熊いいシャンプーまで来ました。これはちょっと恨めた。ピンズが高いんでね。はい、そうなんですよね。萩原がピンズのホイツっぽいですもんね。そうですね。まあ、萩原もそういう風に切ってますよね。そうですね。パーピンとか切らないですもんね。とやっぱこういうちょっとしたミスを誘ったりできるんでね。あ、これで9万がなくなった、国書なくなりました。サウピンはつもぎり、さあ3ピン、さあこれで差し子の3色もあります。前田地層が4枚ドラドラなんですが、ここは行きづらいか、流派を切っていく。ここは流派切り、
萩原はもうそろそろ受けも考える時間帯ですか。多分もう、そうですね、もうそんな感じですよね。そんな感じですよね、うん、降りるのは簡単なんですけどね、はい、いつ降りるに、はい、回るかというところですね。うん、ここは危ないのは切りません。萩原さあ瀬戸熊イーシャンテンまで来ている。さあ木原も大きな手はイーシャンテン、だいぶ順目が深くなってきた。さあマンズ、ピンズが後傾になった。そろそろ前田的にはどうですか。リャンマン切っていく。うん、転廃しない瀬戸熊。ああ引いた。さあこれは闇点か。闇点入った。ウーピンだと1万8000あります。さあこれリャンピンも当たり。これは安めだ。これは安めですが、ここは木原の上がり。タンヤオピン風三色ドライチ1万2000は1万2300の上がり。いや木原見事な上がり、連チャンです。2番手からの出上がりなんでね、はい、大きいですよね。大きな上がりです。木原ついにジャンオの意地を見せます。連チャンです。木原トン3局、トン2局日本馬となります。いやー木原来ましたね。10回戦目来ましたね。はい、自身では4戦目となります。ここまでかなり苦しい展開でしたが、ここ大きなトップを取ると一気にマイナスも、ね、ゼロ付近まで行く可能性もありますよね。そうですね、はい、うん、さあ木原、うん、ちょっと良くはないですか。ハイパイはこちらは前田、前田は逆にいい。さあ萩原あまりいいとは言えないが難から。さあこちら瀬戸熊ドラが3ピン、ここは3万から切っていく。萩原は、木原は九州ですね。はい、九州ですね、はい、一応国試を見てということでしょうか。簡単には手放したくないんですけどね、この親番も、はい、そうですよね、ちょっと、まあでもこれはあまりにも手が悪いというそうですね、方向も見えないんで、うん、すんごい手慣れで打つか、はい、国試行っちゃうかどっちかしかないですもんね。このあとメンツができるだともう一回戻る可能性はありますね。もしくは樹脂目引くようだと国試かというところですかね、うん、さあパーピン重なった。萩原ここは急走切り。瀬戸熊ペイチャです。さあ本一まで行くか。ウーピン、さあどうだ。妻は数万。いい相場つもぎります。さあ木原シーソー、さあメンツができた。ここで方向転換するか。一旦数走、もう一巡保留しましたね。そうですね、うん、まあもう、まあとりあえず流してもいいかなぐらいの気持ちがあるのかな。うん、なるほど、ね、無理せずと。無理せず。さあ瀬戸熊イーソー引いた。ここはチーマン切り、三色は見切りました。そうはつもぎり。6万があんこになった前田。トンが統一。そうか、あウーマン切り、ウーマンチーマンですか。統一系を見ました。萩原はこれで4統一。ここは数ピン切りチートを見ます。瀬戸熊ソーズが伸びる。一気に本一までいきます。これはさあ9ピン引いた。これ10周目ローピンぐらいですか。もしくはローピン切った、欲しいのが9万イーソーシャーですね。イーソーが順からなんですよね現状。ただ出上がる可能性はまだまだあるので。そうですね、はい、はい、ピンズ余った。
たのでちょっと警戒してますか。あ、なるほど。木原がもしかしたらピンズの方に使っていう、あ、これでちょっとね、はい、国士かちゃんたかみたいな、チートイかみたいな感じですかね。ちゃんただとしても、まあ、チーソから切りみたいなもんですからね、うん、そうですね、パーソー切ってますからね、はい、ほぼほぼ国士でしょうかね、はい、チートイか国士ですね、うんうん、さあ、そう伸びた、さあ前田はトンガ統一、イーシャンテンです。萩原もチートイ4統一、ピンズ、さあ前田イーシャンテン、うん、チートイもあります。ここは3ピン残したドラです。萩原はチートイのリアンシャンテン、木原はもうちょっと厳しいか、さあピンズつながった、どうですか。ウーソーが1枚切れ、イーソーも1枚切れです。難しいですね、明らかに国士がいるんでね、はい、トンがちょっと当てにならない感じですもんね。嘘切りになりました。さあ萩原イーシャンテンです。瀬戸熊チーソー、うーん、厳しい、これはつもぎり、ギャラももうそろそろ受けに入るか、さあどうだ前田、もう一回嘘、実際トンは木原に1枚あるだけ、山に1枚残っています。さあシャーンコになった、これで面前で打てますね、はい、打点的にもすごい助かる牌ですね。さあ木原もちょっと想像は嫌な感じになってきましたか、瀬戸熊に対して。前田もちょっと行きづらいですかね、もうそろそろイーソー合わせるか、ここは3層打ち粘ります。ロー層切りません、萩原数層さらにいい形になった、両層の方が重なりやすいかなって一瞬ですよね。両層は4枚見えてますから、はい、あー両層切った、あーとまんこになった。さあこれは勝負だ、闇天ですかね、ここは闇天選択前だ、あー血しない、あーテンパった、さあ瀬戸くんのテンパイが入った、一巡前に処理されている、いやよく注意しないですよね本当に、はい、うん、さあこれも6球走前田も止まりませんか、あーこれ萩原打った、いやタイミングよく転敗、瀬戸熊面本5200は5800の上がりです。ここは瀬戸熊面前決めました。さあ親番移ります、トン3局親は前田、現状2着目の前田です。何やら粘りましたね、はい、あれ木原がローソー切らないとローソー止まって重なってテンパ入れれるんですけどね、あなるほど、うん、おそらく合わせちゃったから合わせてかぶって ね、いっぱいでしかも泣いてないからいっぱいのあやで、さあ前田親番です、ドラがチーソー、いやチーソー統一、ここは勝負です。前田うわ萩原白と白がんこ、瀬戸熊も単野を経過、さあこちら木原、木原もまずまずです。さあこれはぶつかりそうな予感がします、
さあ萩原イーピアンコ、これはまた得意のスアンコ持っていくのか。さあ前田どうだ、パーマン伸びてきた、ここで急走、リハ一枚切れです、ペイも一枚切れ、ここはペイ切り、さあ瀬戸熊これでイシャンテン、ここはイーソー切り、さあパーピン、これで上の3色も見えてきた、ここはパーマン切り、これ前田の手は泣くところありますか、6、9万とか、次の次ですね、こちらは木原、さあ次です、こちらですね、ドラー6、9万パーピンあたりとかは阿部プロだとどうですか、泣けないです、泣けない泣くイメージないですよね、まあ、ドラはドラぐらいはまあ泣いてもいいかなっていう、そのまあ打点と戦略的に、戦略的にやっぱ周りを自由に打たせないってことであるのかなとは思いますけど、あんま泣きたくはないですよね、もうちょっと整ってから、整ってからまあ泣きたいなと、まあ当然ドラ切る人はね、イーシャン天下天敗かっていうことになると思うので、そこと勝負するにはもうちょっとまとまった形と、そうですね、はい、おそらく前田も一緒だと思います、ドラも泣かないですね、はい、さあこちらは萩原、さあ想像が伸びてきた、スワンコもまだありますねあ、嘘が2枚、さあ瀬戸熊天敗入った、高め単品3色、はい、ここはリーチに行きます、しかもドラ倍満までありますね、はい、ただチーソーが薄い、チーソーは3枚持たれてますね、前田が2枚、木原が1枚、スーソーも3枚、スーソーもそうですね、萩原が2枚で自身1枚なので、スーソーはないですね、1枚切れてます、はい、あーちょチーソー1枚しかないのか、チーソー1枚、前田さんが行きましたね、前田親番ドラドラです、チームは一発いった、うん、前田は行くでしょうね、木原はドラが浮いているだけに行きづらいか、トンは打てそうですが、うん、前田が来た時のためのっていうのもありますもんね、うん、もういるかもしれない、もういるかもしれない、もうすでにテンパってる可能性もある、うん、特に前田さんなんで、ね、はい、さあドラまたぎパーソーどうする、ここも行く、押していきます、前田、萩原もこれは引けないか、引いてもいいんですけどね、そうですねポイント的にも十分なんで、はい、確かに、はい、引いていいんですけど、あーイーシャンテン引かないんですよね、引かないか、簡単には、まあ前田も来てるのは これで瀬戸熊の上がりはない、町がなくなったのか、これ切るなら何ですか、まっすぐだとスーピンウピンですか、スーピンウピンですか、スーピンでもパーピンの筋もおお強くいきましたね、これはド迫力ですね、もうド迫力もいいところで、あーテンパイ入った、これ萩原さんの方が有利か、一瞬サブローソー、ただ萩原スーアンコーにした場合はスーソーとウソーがないんですよね、何が入っちゃうと、うん、上がりがないかもしれないです、さあどうだ前田、その前に萩原かわせるか、なんだなんだろう、ギャンソー押します、いやこれ瀬戸熊も嫌ですね、二人に押されてますからねはい、チーソーがまずテンパった、相当期待できないですよね、いや取らない、そうですよね、ドラがあるから攻めてきてるんでしょう、そうですよね、あテンパった、テンパった、つもり3アンコウか、パーマンが1枚切れ、ここは3万切り、スーピンとパーマンのシャンポンです、うわー、あ萩原これは、あでもこれないんですよねこれはない、しかしこれはなんだ、萩原と瀬戸熊両者上がり合いがない、よくテンパれますね、テンパりますね、しかし今日に、あ
このシリーズ2回目ですよ。これ前田さんしか、前田の街が、スーピンとパーマン、パーマンが1枚で使われて、ね、パーマン、あ、スーピン1枚しかないんだ。1枚出てますね。で1枚スーピン出てるので、スーピン1枚、そうですね、スーピン1枚、パーマンはありません。こんななんか漫画みたいですね。みんなで、いや、すごい、みんな順からみたいな。しかもすごい手を、ね、みんなすごい手ですからね、これね。面白いな。スーピン、前田スーピン積もったら8000オールとかですか。タンズも3アンコドラさん6000オールか。2しかければですけどね。はい。いや、でも本当に真面目に折りまであるのかもしれないですけど、ね、前田ですか、二間理事受けて、本当ですか、全くないわけではないですよね。あ、最後の最後は例えば数層持ってきたら折りようとか持ってるかもしれない。あ、なるほどね。さすがにここはみたいな、二間理事に対してと。なんで理事してないのかもしれないですよね。何杯かはその早いが決まってるかもしれない。なるほど、押します。まあ、当然相当いきますけどね。はい、うわ、ロス。いや、しかしこれ分かんないですからね。仕方ないですね。はい、スーピンいるか。戸田白、うん、シャンパイの白やめるんですか。可能性ありますね。特に萩原に打ちづらいですかね。そうですね、萩原のステヘがちょっと変則当たってもおかしくない見えますよね。しかも残り自分のツモは2回。いや、押しました。しかしさすがにね、親だしね、ドラさんですからね。萩原これはアンコローピン、いや、白押された方は相当嫌ですよ ですね。スーピンが残り1枚ある。ツモだ、前田強い。タンヤオツモ三アンコドラさん6000オールの上がり。いや、これは前田強い。いや、本当、竹原もうなずく納得の上がりか。いや、見せ場十分。すごい攻防でしたね。ありましたね。はい、ハクでやっぱあそこまで手が止まるってことは、はい、そのちょっと降りる可能性もあったっ、ね、あったってことですよね。冷静です、前田冷静ですよね、本当に。リチって言ってるかもしれないですよ。いや、僕ももう、もうこれでリチでしょうみたいになっちゃってもうしょうがない、ね、これ。まあ大概の人はそれで多分普通だと思うんですよね。そうですね。いや、でも冷静に打てるっていうのはすごいですね。どこまでも冷静ですね。阿部さんもおそらく一緒ですよね、今の前田プロと同じような。いや、でも僕リーチしたかもしれないですよ。あ、そうですか。結果だけ見たらリーチした方がいいんですけどね。でもレアミテンするのがやっぱすごいですね。はい、さあ、トン三曲一本場、親番前田です、レンちゃん。いや、もう木原さんうかうかしてらんないですよね。どう、そうですよね、もう一万、どうしてもトップが欲しい場面なので。もう2300差になってきました。あ、もう3000ないくらいの差ですもんね。これはちょっとね、うん、木原にとってはちょっと嫌な、はい、というか一人旅だったものがそうですよね。1万2000直撃した相手がね、もう迫ってきたって早くもこれね、やっぱ嫌な感じですよ。いや、しかし厳しいのは瀬戸熊ですね。本当ですね。1万8000宝珠の時もこういい手、今もいい天敗から、ね、いい手が入ってるだけにね。で、相手の手を見てね、こう、あ、ないのねみたいなそういう日なのかなみたいなさ、そういうのをやっぱ感じちゃうと、ね、うん、辛いなってね、手がね、そうなんですよ、ね、悪いわけじゃないからね。よくてあれだとね、きついよね。厳しい。ダメならね、なんか諦めます。諦めつくんだけどね。諦めつくんだけどね。さあ、瀬戸熊、ここは大事に仕上げたい。さあ、木原、急走を積もった。2番手を追い上げてきたので、ここはいいピン切り。アンコン、4枚目の
4枚から1枚外しましたね、うん、ちょっと厳しいぞということですね。まあそうですね、ウスハイはまあないというのもちょっとロスになりそうな、ね、パーピンもドラそばですしね、うん、ツモ次第では関して攻めたかったんでしょうね多分ね。ツモ効かなすぎですもんね。さあ進むのがドイツ、この後順調に進んでも関する頃には相手もテンパってるでしょう、ね、うん、そうですよね、なら先に打っとくかということですね、はい、こちらは前田、さあ9万が入った、うん、順ちゃんちゃんとあたりを、まあ、いつも通りの、はい、おー鎮逸いった、萩原鎮逸に行く、まあ、萩原は当然なんでしょうねこの鎮逸行くのはね、そういうスタイルですよね、そういうスタイルですよね。さあイシャンテン前田、ローソン残すか、ローソンは一旦残した、さあマンズ何を引き追いか、フーピン、さあ木原、ローマン、リャンスを切っていく、さあドラドラになった前田、ここはチーピン切り、さあマンズ引けるか、チーピンです、そう厚も切り、ローソー引いた、さあいいシャンテンです、木原伸びてきた、スーマンは厚も切り、さあこれ前田はさすがに感知層でもリッチ行きそうですか、今回行くかもしれないですよね、うん、役なしですもんね、この曲なんか阿部さん全く手順一緒ですかね、前田さんの手順と、あ結構似てるかもしれない、相当似てますよね、確かに言われてみればそんな感じに打ってるような気がします。さあ先制リーチは木原、マッチはウッパーマンです、連敗しました、何か、ね、伸びました ね、 ね、はい、ね、マンズここに、あウマン来ました、ここは瀬戸熊行きません、うん、ローマン、さあ前田どの辺まで押すのか、パーマンはここに4枚あります、瀬戸熊の手に1枚、そして1枚出ているので前田も1枚使ってますね、残り1枚、パーマンが1枚だけ、苦しいですね本当、瀬戸熊さんは、瀬戸熊厳しい、前田はいいシャンテンです、さあ萩原伸びてきた、ここはチーピン筋です、まだリャンシャンテンですね、リャンシャンテンですか、ですね、リャンシャンテンだ、さあ、やるとだ、うん、ここはウピン、いやー、瀬戸熊も厳しい、9万は筋、ここは3ピン切り、さあ前田イシャンテンどうだ、転敗できるか、転敗しません、うん、萩原は何つも切り、ああここに来たパーマン、最後のか、これでパーマンがなくなった、うん、まだまだその終わりがあるかも、あるか、キューピンがまだある、チーソーも1枚ありますね、今もある、さあどうだ、転廃するか、うん、転廃しない、最後 K 点はありそうですか、そうですね、はい、はい、マンズも萩原さんが そこまで早くないとか、はい、手が止まってそうなんで、はい、さあ転廃できるか、うん、転敗しない、うん、前田転敗できませんでした、ここは木原の一人転敗で流局、さあここは前田転敗できませんでした、親は流れます、本当思いのほか先生打てたわって感じですよね、木原さんとしては、うん、
局は難しかったですよね。長久志ですかね。はい、さあここはちょっと一回休憩です。木原さんの今の役なしのリーチ、はい、なんか安倍さんだったらどうなるんですかね。このウッパーマンですね。例えば、はい、あ、はい、あのこの木原さんの立場なら、うんうん、さすがにライバルが親なんでもうしょうがないから、はい、しょうがないからリーチします。かけたくないけど、かけたくないけど、まあウッパーワンそうですね、あんまかけたくないですよね、はい、本音はそうだけど状況的にかける、状況的にもう勝負かかってるんで、この世を蹴らないとという、そうですね、行かざるを得ないというか、まあ ここで負けるようならしょうがないというか、うん、はい、うん、そういう、うん、そうじゃないとなかなかね、やっぱ、うん、瀬戸君はこんな早くテンパるなら一品勘したかったなっていう感じですよね。そうですよね、はい、そうなら、そっちの方がまだね、少しでも圧かけられますからね。まあ、ウッパーマンは山にはなかったですけどね、うん、こちらは瀬戸君はこの10回戦厳しい戦い、もう不運としか言いようがないです。いいです、言いようがないです。あのチュンタンキはね、不運でした。こちら前田。さあ戻ってきました。さあトン4局となります。親番は萩原。流れ日本馬ですね。トン4局2本馬、京卓リーチボーが1本あります。さあ萩原現状3着目、トータルではダントツの首位、ここは少しでも素点を返したいところでしょう。ドラマリャンマン、さあこの親番でまた見事な手作り見せてくれるか、難が問いつ、ここは第1打9万から、こちらは瀬戸熊龍派が統一です。ウーマンチーマン統一、ここはペンチーピン払っていく。木原はいいそう、これで一面つ完成、ドラのペンちゃん受けがあります。うん、各社ちょっと時間がかかりそうな手ですね。そうですね、萩原が若干いいかってぐらいですかね。今の3ピンで急激に締まりましたね、うん、3ピン引いたんでかなり締まりましたね。こちらは前田ペイチャです。白を切っていく、さあ萩原ドラを引いた、さあ瀬戸熊はこれマンズの面本チートあたりですか、うん、そうですね、それまでは一応国士なんかも見てた感じですよね、両天秤でしたかね、はい、まあ、次のつもによっては仕掛けもあるかもしれないですね。おお、ファンパイが重なったりする、そうですね、あ伸びてきた、萩原早くもいいシャンテン、さあどうだ、シャ白あたり重なったら本一トイトイ二役など大きな手を狙っていくか瀬戸熊、さあいいシャンテンの萩原どうだ、白つもぎり、Gピンに例えばパーピン9ピンくっついたら換算マンを払うような構えもありますか。ありでしょうね、今一旦チンマン切ってリャンマン浮かせてとなりそうですね、はい、こちらは前田、トンは切りません。じゃあ萩原、あこれ打ってあ振り点ですが、うん、Gピン切って残します。これサブローピン引いたらフリテンリーチ、それとも換算マンですかね。どうなんでしょうね、フリテンもありですよね。フリテンもありですよね、はい、先にフリテン解消できればいいんですがどうでしょう。地層、さあマンズ急走が重なったんですね瀬戸熊は。いやー想像伸びた、これもドラですか。だから打ってもいいくらいですけど、いいですよね、ただドラ打ったら目立ちますよね。うん、まあ、今これ何泣くか考えましたかね、どっちかというと。なるほど、とりあえず E1 からですね。とりあえず E1 鎮逸のイーシャンテン木原、数層をチーすれば3万引いた、3万引いた、いやこれはリーチか、
萩原、ここは先手、サブローピンリーチだ。萩原さんぶつかりますね。ドラを打つかどうかですけど、チーズテンパったら打ちますよね。テンパなら当然ですよね。さあ、どうだ。わー、これでやめるかもしれないですよね。選択としてはあれですよね。テンパイではない。一応テンパイですかね。数万のテンパイってことですね。テンパイは取れるんですけど、もう枚数的にちょっとね、ペン3万テンパイ取らないですよね。まあ、この形じゃ取れない。いった、ここは勝負だ。木原、いや、これは強烈。これは周りから、この3万は強いですよね、はい、何事かと。しかもトップ目ですもんね。そうですね、おやりに対してですからね。うわー、怖い。嘘だ。これもドラも行くっていう腹積もりですよね。地味現物。ドラが重なったら、まあ一応天杯。天杯2の天杯だったんですね。はい。うっぱそうですか。うっぱそうですね。はい。もしくはシャンポンか。面白いな、これは。さあ、ああ、引いた。これはまあ、数層ですよね。数層4枚見えてますからね。はい、数層取ってて。数層切りのうっぱそうやみたいんでしょうね。一通確定ですもんね。はい、ここはウッパーソーピンフイッツドラドラのテンパイです。いや、これは勝負になった。まあ、もう想像は出ないですよね。現物といえども、積もった。ここは萩原積もりました。リーチ積もう、ピンフードラ1、2600オールの上がり。萩原上がった。いや、しかし木原押しましたね。3万、そうですね、勝負に行きました。まあ、もう勝負に値する手ではあるんですけど、打つ牌がもうきつすぎるというかね。そこが阿部プロだって今のどうするんですか。分かんないですね。まあ、打ってみないと分かんないですよね。分かんないですよ。分かんないです。分かんない。もう現物抜いちゃうかもしれないですよ。もう親リーダーなんで、打つとほぼほぼね、また上がり返すの結構きついですもんね。確かにこう自分の手に溺れるってことはないですもんね。そこが精神力が強いところですよね。いや、まあ、ただ行かなきゃいけない時もあるんで、一概に折れてりゃいいゲームではないので、それはもちろんやはり麻雀っていうのはね、そこが難しいですよね。そうですね、押し引きがやっぱり一番難しいところですよね。本当に勝負どこなのか、はい、もしくは本当に逃げ回ってていい場面なのかっていうのがやっぱね、はい、なかなか判断が難しいですよね。はい、さあ、ドラがウーピンです。トン4曲3本場、親は萩原、カンパー曲がった瀬戸熊、かなりいいですね。はい、こちら前田白がアンコ、ドラのウーピンが浮いている。萩原、いいとこ入った。上の3色が見えます。ここはチュン切り、またぶつかりそうだな。ぶつかりそうです。さあ、どうしますか。これはパーピン切り、スワンコまでありますか。うわ、チピアンコ、いいシャンテン。いや、これはぶつかりそうだ。萩原前だ、気合が入っている萩原。ポンテン取りましたね。ああ、ポンテン取った、うん、これはトイトに間違えるかどうか微妙ですよね。はい、キューピン2枚目ですか。2枚目ですよね。これ当たりですか。ああ、ここは当たりです。前田白1300は2200の上がり、ここは、まあ、萩原さんも高めのキューピンがなくなったとこで、なくなりましたね。はい、まあ、まあ、よしとするかと、蹴られたかという感じですね。さあ、難波に入ります。親番は瀬戸熊、ない曲。悔しい萩原。さあ、そして瀬戸熊、どうですか。ここまで厳しい展開ですが、この親番で、あ、トンガンコ、結構いい。さあ、反撃開始か。かなりいいですね。まあ、なかなかでも瀬戸熊にこの
親の連チャンを許さないようなメンバーですよね、木原、前田、萩原が。とはいえね、この展開だとね、やっぱ先制打たれると、あ、行きづらいっていうのはありますかね、やっぱもう打ちたくないですよね、瀬戸駒にはね。だから結構先手取れれば、はい、あのリーチなり、あの高そうな仕掛けなり先手取れれば、はい、ある程度は連チャンできそうなんですけど、先手を取れるか、そこが鍵になりそうです。瀬戸駒、木原は白が統一、ドラが1枚あります。前田もドラメンツがある。あ、メンズで1メンツ、いいとこ引いた、いいシャンテン。前田早そうです。さあ、こちらは萩原、トンを切っていく。瀬戸熊急走。これ木原は現状白泣きますかね、どうでしょう。どうな、イメージ的には泣きそうなイメージなんですよね。そうですね、はい。あの前田プロとか阿部プロはまあ泣いたこと見たことないんですけど。いや、そんなことない。泣くこともあるんですけど。あ、泣きましたね、木原。泣きましたね、うん、やはりこうトップ面に立つと木原の本領発揮というか、こういろいろ選択肢があってやってきますよね。はい、これはソースの方が良さそうだなっていう気持ちですよね。でも両面変化するしやすいのピンズなんで、ピンズウーピン引きですよね。そうですね。ああ、なるほど。手配だけ見たらいいそうですけどね。はい、さあ、これを受けて瀬戸熊どう攻め返せるか。さあ、前田どうだ。流派、これは切っていく。さあ、どうでしょう瀬戸熊。あ、ローソン入った、いいシャンテンだった。うん、さあ、目いっぱいに構えるか、それとも想像伸ばしに行くか。想像伸ばしに行った、うん、やっぱ想像はいいと思った。天敗が入った。木原、白ちゃんとドライチの天敗、待ちはカンパーピンです。パーピンは残り2枚。ただ瀬戸熊が追いつけばどうでしょう。折りもあるか木原、うん、どうだ。ああ、十分系になってきた。ウマにリーチされるとなかなかこの街では押しづらいですよね。カンパーピンで押しづらいですよね。さあ、萩原、何が統一。ここは我慢か。さあ、どうだ。まず、痛い。こういうもんですか、リャンマン。痛いですね。そうね、手なりで打ってると一発もだもんね。そうですね。確かに。いい時の瀬戸熊だとこのリャンマン捕まえそうですよね。あ、でもそう、ピンズか。さあ、これはどうですか。パーマン打つのが広いですか。つもぎりもありますけどね。つもぎりもある。ここは間違えられない。瀬戸熊ローピン切り。木原さんがやっぱ目に入りますよね、はい、どうしても。ピンズ打ったら終わりなんで。はい、上がり逃しがあったが、瀬戸熊はもう一度上がりがあるか。ドダン、キューピン。これ軸にせざるを得ないですよね。もうこの、いや、つまり想像打ちになる。想像打ちですか、ね、うーん、そうですよね。キューピン引いての69万。あー、積もった。秋原、うん、ここは白ちゃんとドラ1戦2戦の上がりです。一筋の上がりしかなかった瀬戸熊。関連マンしかなかったですね。難しいですね。難しい。うん、あの手順で打つのは難しいかもしれない。はい、ここは木原の上がりです。今日だけそうするってことになっちゃいますからね。そうなんですよね。さあ、何2局となります。親番は木原。さあ、木原、まだ2着目の前田が迫ってきてますからね。さらに加点したいところではあります。そうですね。ドラが9番、統一です。さあ、これは加点のチャンスか。まずはペギリ、そして前田、チュンが統一、満足OKです。萩原、
マンズで1メンツ、ピンズで1メンツあります。ドラムも1枚。こちら瀬戸熊。さあ瀬戸熊もこうなるとラスは受け入れてといったところ、まあ3着狙えたらというところですか。うん、そうですね。残り3曲。厳しい展開ではあります。3着もかなり厳しいですもんね。2回3局中に3局中に1回上がんなきゃいけないわけですからね。2回は最低必要です、ね、しかもマンガンクラスを、はい、現状瀬戸熊トータル10マイナス 11.9。 ここでラスを引くとちょっと失敗になってしまう。さあ前田はチュンが統一両ピンは紡ぎります。萩原ローソン眼光伸びてきた。さあ木原はドラドラです。さあローピンピンズ両形になってきた。ドラの9万が来た前だ。さあ萩原イーシャンテン。瀬戸熊、うん、こちらは木原バーも入ります。前田チュンに泣きもしないですよね。この形はしないでしょうね。はい、土地とイカ、うん、瀬戸熊イーシャンテン、ウーピン切り、木原はこれもうドラ切りもありますかね。あるでしょうね。はい、うん、伸びてきたらドラ切りもあるか。先に切っちゃうかもしれないですよね。あ、なるほど。イシャンテンになった時点でレアパーペン引いた場合はですけどね。おっと、巣なんかありますか。お、流派は1枚ある。何切りパーマもあります。スーピンもありますね。さあ瀬戸熊騎士回生の巣なんかあるか。一通のイシャンテン萩原、もしくはドラが統一になれば打点もあります。あ、そう、これはつもぎり、まあ、チーピンキープがやっぱ重なりやすいなと思ってるんですよね。うん、そうでしょうね。水の上はかなり残っていると。木原ここは9ピン切り、何個になった。これなら結構仕掛けてもいいかもしれないですね。ああ、まずさあ、んこれは天敗取らずですね。萩原天敗取らずです。リュウハ泣くか、うん、瀬戸熊泣きません。ここはチートイカ、おーっと伸びてきた前だ。マンズの本質あるのか。さあマンズだ、いいマンつもぎりです。さあ木原イーソンが入ってここで9万切り、うん、そろそろ危ないということか、うん、さあマンズ伸びてきた。リャンシャンテン、ドラ合わせると思いますね、はい、あ、中央イーシャンテンですね。イーシャンテンですね、はい、うん、イーシャンテンです。ドラ合わせた。さあ木原どうだ、積もったのはなんだ。ジーソー、ドラ切りに反応してっていう、イーマン切りか。シンプルなのはイーマンですけどね。はい、前田さんのドラ合わせたとはいえちょっと様子がおかしいなっていうところ。マンズかもしれないぞと、うん、イーマン切りになった。いや、瀬戸君はここでチートにします。さあ前田メンホンのイーシャンテン、リャンパーマン2度受けです。3層は切っていく。さあイーシャンテン萩原テンパれるか、うん、スーソー、うん、パスを仕掛けていく手もあるんですけどね。瀬戸熊さんあったんですけどね。はい、あ、流派ですね。はい、はい、ただまあ裏ドラがなかったら仕掛けてるけどっていうぐらいですかね。うん、裏ドラ込みで羽間見えますからね、チートイズだったら。はい、萩原イーシャンテン
瀬戸熊チートイのイーシャンテンです。木原はリャンシャンテン、さあこれでまだ頭がないリャンシャンテンです。いい層か3層か、ここは3層切り4枚目です。さあどうだ、トンを引いた、さらに後傾となった。これもポンテンなどもありそうですか。取るでしょうね。はい、ここは9番切っていく、うん、2人の現物です。瀬戸くんはここで9ピン切り。さあリャンシャンテン木原、これでイーシャンテンです。3色も見えてきた。さあどうだ、まあ、数ピン切り。これは木原さんテンパ張りそうですけど、どうでしょうね。さすがにかなり合計のイシャンテン、関三万、萩原関三万のテンパイ、致命的に取らざるを得ないか。そうですね、取って闇点ですか、うん、ここは取って闇点を選択、うん、萩原。瀬戸くまイシャンテン、さあ木原テンパイできるか、戸田白かなり手広いですけどね、うん、ピンズもまだまだはい、ありそうですから。倍ぐらいはそうですね。嘘、うん。どうですか、前田。前田言ってますね。これスーピンも嘘も結構強い牌ですもんね。うん、そうですね。うん、ている。萩原天牌。瀬戸熊前田木原はイーシャンテンです。佐渡だ。うん、嘘。テンパらないか。さあ前田もイシャンテン、前田テンパった。さあここはリャンマンか、リャンマン切って待ち合うパーマン、これ出割り、出割り跳ねマンですよね。3個ついてつきましたもんね。あ、やめた、萩原やめました。3ピンを引いてやめましたね。木原さん数万重なったと危ないですよね。でもあーテンパイしない。さあ吐いて、いないか、飛んだ、トン。さあここは前田の一人テンパイで流局、うん、いやー前田後半グッと伸びましたね、うん、一方木原が一番早いかと思ったんですが、そうですね、なかなか木原つまかなかったですね。なかったです。さあトップ争いがかなり熾烈になってきました。ね、 これね、この天敗脳天がもう、ね、かなり大きいです。天敗がね大きかったですよね。ついてきた前田、しかも木原の親持ちさんで、はい、うん、何の三局親番は前田一本場です。ドラがチーピンで、また絶対トップ取らなきゃいけない木原さんと、そうじゃない、はい、前田さんなんですよね。ちょっと余裕がある方がちょっと楽なんで、ね、そうなんですよね、余裕を持った選択をできる方がね、はい、木原はこれ取りこぼすわけにいかないっていう感じで、ね、はい、現状切羽詰まってますからね。71ポイントですもんね。うん、一方前田はまあこの5万点あれば2着十分っていう、はいはいはい、でしかももう3着落ちがなさそうなんで、はい、萩原との差が3万点以上あります。こう伸び伸び攻められるんで ね、気が楽なんですよね。はい、高い手にはあの無理はしないけど、うんうんうん、って感じですかね。はい、さあ伸びてきた前田、先手を取れるか。こちら萩原ドラ引いたピンズの1つ。さあ瀬戸熊もいいシャンテン3色、はい、もしくはドラ引くかローマン切り、うん、なんとか一瞬食いたい。一応マンツもマンツもで3着になりますね。3着になりますね。そこを狙ってくるんですよね。じゃあ3色ぐらいには仕上げたいか佐藤くん。さあどうだ、9万もしじゃあ数ピン引きなんかだとどうですか。闇点、そうですよね、闇点で、まあ、チーピンは行きやすいですけどね、ドラですからね、うん、スーピンだとどうするんでしょうね。つもぎりとか、おーつもぎっとく、いいピン引き、リャンピンはフリテンリーチと。うーん、なるほど、そうありますね。闇
品で裏期待でね、裏市乗ってもねその後が跳ね番条件とかになっちゃうから ね、結構苦しいよね。まあ、もしかこれラス受け入れて、まあ、これ以上初戦だけという、まあ瀬戸熊にとってはこれ2戦目ですから。そうですね、あ確かに残り4戦ありますからね、絶対ラス抜けしなきゃいけないわけではないですね、まあ、そうなると闇点っていう選択もありかもしれないですね。全然問題ないですね。前田はやはりここ自由に攻めてきますからね、はい、ただ2戦目ってことを考えればね、そこまでこだわる必要はないかもしれないですね、はい、さあこれはどうだ。気持ちとしても木原さんを仲間にしとくっていう意味で、前田さんのトップ取ってくださいっていうのも なくはないですよね、うんうんうん、トータルポイントを見ると木原が2着の方が後々有利になると、はい、それはありますね。まあまあ、でもトップと2着10ポイントしか違わないといえば違わないんですけど、さあ萩原いいシャンテンになった、なんとか一通に仕上げたいところ。瀬戸熊一通もありますね、一通か三色に絞りましたね、一通か三色か絞。さあ萩原想像を重ねたいところか、テンパッタがさあどうですか、ドラワチーピン1回テンパ取りますか、急切り、それとも急走外すか、うん、いいピン急走外してチーソー引いたらフリテンリーチですよね、でしょうね、はい、ローソー引いたら闇点かリーチか選択、まあ、リーチもあるんじゃないですか、ね、リーチもありますか、うん、はい、特マイシャンテンテンパ取らず。さあ木原は現状トップ目、ここはゼガヒでもトップが欲しい、ドイツが4組、前田は2着でもいいがトップなら嬉しいというところ、目いっぱい受けませんでしたね。そうですね、急走がなくて、はい、嘘が、まあ、嘘はロスが1枚見えてるんでね、はい、うんうん、嘘のみですね、ロスのみと、はい、三層厚もぎり。さあ瀬戸熊、お三色が見えた。これはさすがにどうですか。これは二人は現物です。萩原さんにだけ通ってない気がしますね、はい。さあこれはトン切りですね。はい。萩原さん来たら嫌だなと、気配しかも十分あると思うんですよね。はい、ウソの後急走手出しなんで。うわドラ引き。これは厚もぎった。上の3色なんかやっぱありそうな捨て牌ですよね、うん、そうですね、うん、なんであんまり残したくはないんでしょうね。さあパーマンを引ければ、あその唯一の唯一の恨み引くかな。まあどうせ9万で一回今9万持っちゃうと思うんで、そうですね、はい、あこで嘘切りになりそうですもんね。さあようやく転牌した瀬戸熊、待ち合い数ピンです。 E ピンは1枚切れ、山に1枚残っています。さあ木原はここはちょっと行きづらいですか。そうですね、はい、瀬戸熊さんのリーチは高そうですよね、はい、前田は逆に行きやすいか、萩原はどうですか。難しいですね、押し引きは微妙なところ、うん、トータルも考えると3ラスは嫌ですもんね。そうなんですよね、そうだよね、うん、ラスだけはっていうのは、うん、パーマン間違えれば前田の上がり牌だ。これで前田さんのどうだ、うわ、ね、うわ、うん、追っかけリーチもあるのか、しかし行くでしょうね、うわ前田追っかけた、ね、うん、ロッソーはかなり良さそうに見えますもんね、これね、はい、あ一発、いや萩原一発で掴んだ。しかしこれ3走はワンチャンス、ウソもスーソーも3枚見えてますからね。いやーダブルワンチャンスというやつです。現物はしかも打つ早いやきついな、これローピンが4枚見えてますね一応。あでもドラですもんね、チーピン、チーピンとかパーピンぐらいは、はい、まあでも行きづらいよね、外ラソワだからね。いやこれは厳しい、厳しい、ローマンが筋宣言早く9万ですからね。うわースーピン、ここはただ安めです。リーチピン風サンキュー、いやすごい、いやこのスーピンはちょっとすごい、3層打たずにですからね。そうですよね、とりあえず前田さんの現物打ちましたね、はい、いやここはなんとかしのいだといったところでしょうか、萩原、そうですね、へえ、しのぎました。
さあオーラスになります。親番は萩原、難易4曲です。現状トップ目は木原54,500、そして2着目が前田49,100、3番手萩原14,200、ラス目は瀬戸熊2,200点です。中途半端な方針が嫌だから、はい、まあ、安そうな方にというか 安めに打ちましたよね、おそらく。はい、いいシャンテンだろうという甘えはなかったですね。そうですね、あ、あのワンチャンスという ね、 ですね、はい、そこがすごいですね、甘えて打たなかった、うん、さあこれ前田とトップ争いの木原は5400点差ということは26直では変わりません。さあ木原何を仕掛けて逃げに行きます。ちょっとね、萩原さんに助けられた部分もありますよね、うん、今。そうですね、結果わかんないですけどね、はいはい、どちらが勝ったかわかりません。瀬戸熊のいいピンもありました。さあ萩原なんとか連チャンしたい。トンガ統一ドラガイワンです。萩原さんどう思ってるんですかね、あの、ええ、萩原さん的にはサブローソーが通ったか通んないかわかんない、わかんないですよね、うんうんうん、確かにやっちゃったなと思ってるかもしれないし、ただ折り打ちではないですもん ね、 そうですね、攻めた結果のスーピン補充、うん、まあ、手も崩してませんからね、はい、うん、まあ、これはこれでいいと思ってるかもしれないし、ただ三走打たずになかなかスーピン打てないですよね。そうなんですよね、あ、本当ですよ、まあ、絶対当たると思ってるとしか考えられないですよね、はい、まあ、感覚的には当たるんだろうなと思ってるんじゃないですかね、うん、本当に、ただ勝負に入ってね、三色になったらもう勝負かと、はい、さあ前田トップを狙いたいところではありますよね。ただ萩原の親もちょっと嫌は嫌ですか、一回起きながられるとちょっと嫌ですもんね、うん、まあ自分が直で打たない限りはね、うんうん、積まれる分にはというところか、そうそう点差は積まらないんで、まだこれで余裕があるんで、はい、さあ瀬戸熊いいピンがんこ、漫画を積もれば萩原同点2着、同点3着ですね、はい、着、まあ、しかし、いや木原ここでサブローピンの転敗しかしね、もうこうなっちゃうとね、はい、ああ掴んだ捨て牌がちょっと激しくなっちゃいましたけど、まあ、最後 G1 だから大丈夫かな、こいつには見えないかもしれないですね。さあどうでしょう前田、前田ここはまだ G1 切り、さあ萩原ローソーここをしていく、ただこれ、まあ、テンパった、さあ3ピンがただ当たり、はいはい、なるほど、ペイを切って純ちゃんまで持っていくか、うん、ここは3ピン、ね、さあここは木原が南竜2000点の上がりです。さあそして自身で上がって対局を終わらせました。木原がトップで終了、2着は前田、そして3着が萩原、そして4着に瀬戸熊という並びで10回戦は終了となりました。